自分にしかりエグザイルにしかり本当に変革が多いなんかグループだなとも思うんですよ。そこにずっとついてきてくれるファンの方々っていうのはなんてありがたいんだろう。ソロやるにしてもその応援してくれてるファンの方々がいるからここまで連れてきてくれたというか感謝を表現したかったというか。